定だよ。ありがとうございます。それじゃあ、正面まっすぐ向いて、ぜひ笑顔でにっこりお願いします。ママトイレ行ってるから、もうちょっとしたら来るよ。もう早く持ってて。皆さん申し訳ございませんが、今しばらくお待ちください。また、列に余裕がありますので、ぜひ皆さん、まだ全然大丈夫ですので、焼き芋広場の方にお集まりいただければと思います。生涯アイドル宣言、キュルルンこと小原遥です。私たちは元 AKB48 SDN48 のメンバーで結成されたアニバーサリーユニットです。今日は、はい、お友達もたくさんいるということですね。そうですね。そして、はい、なんと4年ぶりの芋祭りということで、私たちも張り切ってやってきました。4年ぶりに芋祭り、私たちもなんですよね。そうなんです。4年前に私たちもここで出演させていただきました、はい、なので4年間来れなくてうず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 してたんですよ。お芋食べたいなって、もううず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 こうね思っていた4年間、今日はこのステージで存分に皆さんと一緒に楽しんで帰りたいと思います。はい、そして、はい、ちっちゃいお友達たくさんいますね。かわいいお友達がね、本当に美味しいものもいっぱいありましたしね。チョコバナナとかね、いっぱい食べて、はい、楽しんでいってほしいなと思います。なので私たちちっちゃいお友達も盛り上がれるような曲も用意してきました。なので一緒に盛り上がってください。こんにちは、野菜ちゃんでーす。今日は皆さん、栗本のふるさと芋祭り楽しんでますか？ありがとうございます。今日はめちゃくちゃどこもかしこも芋がたくさん、楽しんでください。はい、そしてですね、今日は焼き芋であったりふかし芋のブースがありますが、そのお芋さんはですね、農家さんがたくさん作って今の時期まで迎えないと皆さん食べるお芋さんができないんです。で、今日はですね、野菜ちゃん、野菜を作る体操があるので、ぜひ皆さんと野菜ちゃん体操をしたいと思います。イエーイ。はい、今日ここでですね、ちょっと簡単にレクチャーをしながらですね、体を動かしてみんなに体操してもらいたいなと思うので、できたらこの
前の方ですね、コーンの内側までちっちゃい子とか来ていただいて大丈夫なので、よかったら一緒に踊りたいよという子立ったり、こっちに前に来ていただけたらと思います。どうぞ前の方に入り口があるので、ぜひ来てください。一緒にみんなで踊りましょう。どうやろう、あ、じゃあもう前のみんな立ってくれて大丈夫や。はい、今日踊る踊りはですね、野菜ちゃん体操、野菜作る体操で、ちょっと軽くこんな感じで体を動かしたりして、野菜を作るのをですね、ちょっと勉強をしながらみんなで楽しんでもらえたらなと思ってます。そう、スタートー。はい、最初は手拍子でいきましょう。もう一回手拍子して、はい、ちょっと場所使うので、みんな畑の広さを決めます。ちょっと腕振ってぶつからないぐらいに広がってあげてくださいね。はい、次ひらを巻きます。はい、右側に、左側にもひらを巻きます。次土を刺しましょう。はい、左も。次ビニール貼ります。ビニールを貼って横に並べますよ。で種を巻きます。種巻いていきましょう。で次種の気持ちになりますね。せーので、ちっちゃくなります。せーの、はい、ちっちゃくなって、まだ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 、はい、大きくなります、大きくなります。ドキ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 、葉っぱ出ました。葉っぱ広げて、はい、お日様浴びます。やばい、雨が降ってきた、雨が降ってきちゃった。あ、やばい、風だ、風強い、風強い、やばい、耐えて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 、よし、耐えられるように根っこ張ろう。根っこ、根っこいっぱい張っていくよ。いっぱい大きくなります。よし、もっと大きくジャンプしよう。大きく大きく、よっしゃ、お花咲かせる準備ができてきたね。ぐるぐる回して、お花が咲くよ。はい、お花咲いた。はい、もう一回お花咲いて、次実ができます。はい、実ができますよ。収穫していきましょう。はい、いっぱい取って、いっぱい取って、はい、いっぱい取って、はい、次地面の下のやつも、よいしょ。はい、もう一回、よいしょ。はい、たっぷり取れた。一周回って、最後一緒にベジッタいきます。ベジッタ、ありがとうございます。住所も様々ですが、世代を超えてみんなで明るく楽しく、毎週1回顔を合わせて2時間ほどの稽古を続けています。稽古以外の活動は、お声掛けいただいた施設や道の駅等の演奏、中学校などでの太鼓教室、香取市の地域イベントなど、どれも楽しみながら参加させていただいております。その中でも今日の栗本ふるさと芋祭りは、響きのメンバーにとって毎年楽しみにしている大きなステージです。それではお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。芋祭りのステージに帰ってくることができました。栗本和太鼓グループの響きです。日頃よりありがとうございます。前の2つの拍手でした。日頃より地域の皆様のご理解とご協力をいただきまして、お稽古を続けています。ご覧の通り、まあ、座ってて見えないでしょうけど、ご覧の通り少人数の参加になってしまいました。そこでぜひ太鼓に興味のある方は体験に来てください。毎週水曜日夜7時から旧高萩小体育館にて練習をしています。よろしくお願いします。今日は香取市笛のサークル焦燥会の皆様が応援に駆けつけてくれました。実のところは、私たち響きからぜひぜひ一緒に演奏してくださいと懇願し実現しました。篠笛と和太鼓、日本の伝統楽器の音色をお楽しみいただきたいと思います。太鼓の演奏曲は2曲です。1曲目は屋台囃子、そして2曲目は三宅を挟んだ8条です。演奏のスタートは焦燥会カントリーロードの笛の音色からスタートします。どうぞ聴いてください。